瀬戸康史のゲーム実況。どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。ゼルダ無双、タイトルの右下を見てください。バージョン 1.2.0 ということで、9月の1日からですね、バージョンは変更になってます。そして右下に更新内容というのがありますので見てみると、いろいろあってですね、まず1個、チャレンジモードの追加、一風変わったバトルに挑戦できるモードですということです。そして BGM 設定機能が追加、バトル中に再生される BGM を好きなものに変えられると、はい、あと片手剣ソードの追加、リンクの武器が新しく増えました。この、ね、ソードっていうのはちょっと一風変わった武器らしいです。まあそんなところですかね。なので今回これを確認するためにですね、ソードを使ってチャレンジモードにチャレンジしてみたいと思います。いきましょう。新しく出てます、チャレンジモード、一風変わったバトルにチャレンジできると、フィローネの森大連戦、いきましょう。お、なんだこれ、ハテナ、まだキャラクターがいないんだね。とりあえず、なんだこれ、ハテナハテナハテナ、とりあえず行きましょうか。お、なんだこれ、まだ持ってないってことか、これ。片手剣で、ソード、これです。はい、いいですね、このなんか、ファミコン時代のね、ゼルダの伝説。マインクラフト、今だったらマインクラフトですね。マインクラフトみたいな武器。攻撃力は280で、マスターソードの300に、ほぼ、及ぶぐらいの攻撃力持ってます。なかなか使えます。ソードです。はい、鈴江さん。鈴江さんは？さあ、行きましょう。さん、はい、戦闘開始。はい、行きましょう。皆さん見てください、これがソードです。はい、これですね、これ、あ、こうやっていろいろ見れるんだ。はい、これですよ。はい、皆さん思う存分見てください、これがソードです。で、攻撃方法に関しては片手剣、本当に一緒です。さあ、敵出てきた、チャレンジモードです。5分以内に500匹倒しましょうというチャレンジモード。はい、強い敵倒すというよりは雑魚倒した方がいいんだね。エクバは出現、スレさん倒してもらっていい？俺も弓矢に変えておこう。ここは敵がいなくなった、スレさんの方行こう。デクババも L でターゲットにできるから、お前じゃない、お前じゃない、あ、倒した、ありがとう。うわあ、今何体？今162です。私80 100 100いった。2人で固まって固まらない方がいいね。強い敵はね、ちょっと効率悪いんだよな。デクワが出てきた、デクワが発見、伏せさんの前だ。よし、いいな、クショットデクワが、あ、そこだ、俺が倒しに行くわ。行こう、はい、倒した、500体、俺200体いきました、鈴江さん。敵がいない、敵がいないぞ、敵がうじゃうじゃいるとこ、あと1分半しかない、こっちだ。あれ、来た、
わあ、うわあ、何言ってんだ。ザコがいい、ザコがいいです。強い敵いいです。ああ250、ああよっしゃ、ミッション成功した。謎の魔物軍撤退、撤退しました。試練の結果 B ランククリア。いや、あんま良くないってことだ。次の試練は何だ。デグの貴様、周囲にいる敵を撃退せよ。我はこっちに行きます。次は何だ。また来た、必殺技の試練来ました。5分以内に300体を必殺技で倒せと。くそ、よし、これね、敵がうじゃうじゃいるとこ探して、敵をね、あ、やべ、ほら、あー、全然敵いないとこで使っちゃった。ほら、11匹、あー、あ、王子の時の輸送兵が現れました。輸送兵にフォースのかけらをもらいます。あんまり倒したくないんだお前を。よし、さあ集まってこい、雑魚ども、雑魚ども、おりゃー。この試練ね、なかなか難しいんですよ。はい、雑魚ども集まってこい、集まってこい、ほらほら、18もらったってやー。ほら、27KO、 あと1分しかない。300体はきついな、これ。どうやったら可能なんだこれ。ザコ集まってこい、ここにうじゃうじゃいる。たばれ、ほら、あと20秒しかない。黄色いツボ、黄色いツボ、10秒 KO。 おし、俺最後のあと10秒しかない、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 雑魚ども、おらー、おらー、 17KO、 あと残り100体なのにミッション失敗。めっちゃむずいじゃん。森部にデグの貴様、進軍開始。どう、なんかいる、あ、いた、あいつだ、このやろ、森部に、あ、生産のところで森部にいるよ。あ、生産戦ってる、これこっち、あ、うわっ、いや
来い。何や、俺は。はいはいはい。出よ。そんどこにいる。やばい、2匹と、2匹と戦ってる俺。よし、勝利。あ、生産いた。じゃあこれ気持ち悪い。酔っちゃう、酔っちゃう。はい、クリアできました。これね、ランクとか出ないんですよね。何が良かったのかよくわからないっていう、なんかスッキリしないんだよね。なんか結果発表みたいな、ドーン、ランク何って出てこないから。ちなみにアドベンチャーモードって、うん、これがね、はい、チャレンジモードでした。アドベンチャーモードって2人でできるのかな。それだとちょっと楽しいんだけど、ちょっと待ってね。一回じゃあ、敵軍団を撃破せよレベル1をちょっとやってみて。あ、2プレイ参戦できるわ、アドベンチャー。ちょっと一回やってみようぜ。ここは、大決戦、孤島に潜みし巨竜を撃破せよ。これやってみよう。で、水さん、このさ、マップ見ると、左のさ、なんか妖精のマーク、虫みたいな、あそこに妖精があるのよ。妖精がいるの。そこの砦を制圧すると、瓶がもらえて、で、上の方の砦に、なんか炎のマーク出てるでしょ。あそこはダメージ受ける、砦。で、その妖精の瓶を持って、炎の砦に使うと、ダメージが受けなくなるから、それを覚えておくの。俺行きます。行きましょう。戦闘開始。行きましょう。じゃあ俺背後から行きます。味方砦を守りつつ敵軍を撃破。俺ちょっと、妖精の瓶取りに行きます。金国庫、餌を求めて戦場に進め。金国庫南の広場にてお食事開始。成長し強くなる前に金国庫を撃破せよ。だって指定さん、あ、今指定さんの言ったかもしれない。あ、違うわ。え、どこだ金国庫、どこだ。ちょっと待って、一回押し、あそこだ、わかる。ちょっと俺行くわ、まずそっち行くわ。お食事開始してる。ここはちょっと無視。ゴム中は援護しなきゃいけないってことだ。倒すのか、工作兵が。多分ゴム中向かってきそうだなって。破壊しといた方がいい。あ、ゴム中来た、自爆準備来た。ゴム中来たら、あ、やべ、ゴム中1分以内に倒さないと。ちょ、でもゴム中ちょっとほっといて。いや、ゴム中いっぱいある。あれ、こっちか。金庫どこだ。金庫、あ、いた、金庫いた。お食事開始してるから、食事により少し成長。やべやべ、回復しやがったこいつ。移動開始、移動させね。金庫が移動しようとしてる。うわー、逃がさぬ、逃がさぬ。よっしゃ、金庫庫倒した。次はボム中だ。あ、ボム中が向かってる、ボム中が砦に向かってる。シーズさん、本拠地、本拠地。あ、指定さん、そこ登れないのか。
いたここ、ここ制圧されたら終わりだから撃破した。やった、やった。ここ取られたら終わりだから。敵総大将撃破、あと、多分1000匹くらい敵倒さなきゃいけないから。え、ボス部屋の、ボス部屋の鍵、敵本拠地に鍵がかけられていると、ミッション達成しても扉は開きません。扉を開くにはどこかの砦に隠されているボス部屋の鍵を見つける必要があります。鍵を入手後、本拠地に近づくと扉開く。せいさん、鍵だって。はい。どこかの砦にあるって。あ、しずえさん、妖精ゲットした？真ん中に妖精落ちてるから取った？取ってない。真ん中に妖精落ちてる。落ちてる。取って。取った。で、それを左上、上の、もうちょっと上の方にある砦に行って ZR で使って、砦の中で。それでその砦解除できるから。多分あそこだな、鍵、ボス部屋の鍵。戦ってるとこおかしい。どうやって使うの？ ZR、 あの、アイテムで選択して。選べないの？いや、今選べなくてもね、あの、赤い妖精の瓶あるじゃん。それ選択しておいて、砦の中に入ると使えるようになる。使った。解除された。もうアンテナでしょ。それで大丈夫です。じゃあちょっと俺、しずえさんの方行ってみよう。多分あそこが、そこにボス部屋の鍵があるはず。ここに鍵があるぞ。いただきます。おーい、やっぱりそうだ。ナイスだ。いよいよ決戦だ。ほう、よし、ボス部屋へ向かおう。しずえさんも後ろから来てる。あ、でも鍵持ってるのしずえさんなんだ。でも使うとかないのかな。ないよ。開くのか。おお、開いた。ボスだ。なんか来た。すごいのが来た。フックショット使いが来た。え？あ、そっか。トリケラトプス、こいつだ。ゴロン。ドドンゴ。ゴロンじゃない。ドドンゴ。キングドドンゴ。爆弾用意しとかできん。相手がボス？頂上下変更？キングドドンゴの撃破。どこだ？爆弾にしておきます。領地を脱出した敵の戦意も下がろう。ほら、はい、でドドンゴン、おい、いた。300KO300、1200ぐらい倒せないんで、多分 S ランカーって思えない。まあとりあえず動画でね。あ、ああ、うー、しずえさんも戦ってる。お、倒した、早っ。
あ、クリアだ。生産いた。めっちゃ回ってる。めっちゃ回ってる。はい。はい、やっぱり激発が A ですね。アイテムカード。はい。ということで、これがアドベンチャーモードでございます。9月1日から、剣とかね、チャレンジモードが加わって面白くなったので、ゼルダ無双、楽しんでみてください。それでは以上、セデコージでした。じゃあのチャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。